トーマス・カデラ王です。今日は BGM はなしです。今日は地元の近くですね、まあローソンにありました。イギリスのビールなんですけども、ケインズというビールですね。ラガービールですね。プレミアムエクスポート。で、ブルワリーということで、このラベルですか。こんな感じです。リバプール。そうですね。1850年創業ということですかね。大麦、小麦、ホップ。なるほど。麦芽ってやつですかね。大麦と小麦の。アルコールが 4%。せっかくなんで飲んでみましょうか。味わいがフルーティーな感じがします。どちらかというと、あんまり苦いというのは苦さは感じないけど、苦いのかな、よくわかんない。でも程よい感じのきますね。程よい感じのが、ビールの中でも本当になんか濃いのとフルーティーなのと薄いのとありますけど、どちらかというとその3つの中で言うとちょっと薄めくて、後からちょっとホップというか麦芽というか匂いがする。本日はケインズラガーでした。